SPR 広報です。で、ここにあるのは古くなった下水道管です。ここにですね、帯状の塩化ビニール製のプロファイルといいます、プロファイルを一緒に緩合しながら、この制管機で制管して、新たな管を作っていきます。で、管ができたところに後ろに裏込め注入といいまして、特殊モルタルです。特殊モルタルを入れまして、古い管と新しく制管した管を一体化させる複合管となります。それでまた50年を持たせるという SPR 工法です。管の 30% 以上水位がありましても制管できます。しかしながら60センチ以上の水位があるとできませんので、 30% かつ60センチ以内の水位と。それでもう一つ、流速がですね、1メートルを超えると今度人が流される危険がありますので、1メートル以内の流速のところでできるという特徴があります。で、制管した後の管については漏水等、水密性高いので漏水等が発生しないという特徴がございます。